2人とも所属しているチームでしっかりと毎試合パフォーマンスを見せてくれてますし、またチームの役割の中でプレーできているというふうに感じてます。でまたそういった部分での選手たちの、 その一人一人の持っているものをこのなでしこのチームに入った時に何ができるかというところも見てみたい。グループの中で彼女たちがどういう力を発揮できるか、そういったところも見たいというところもあって、今回招集メンバー選ばさせてもらっています。